ピンクの部分が、ローアーニューヨーク湾ハドソン川川口の水系、1、ハドソン川。2、イースト川。3、ロングアイランド湾。4、ニューアーク湾。5、アッパーニューヨーク湾。6、ローアーニューヨーク湾。7、ジャマイカ湾。8、大西洋スタテンアイランドのウルフズ・ポンド・パークからの、ローアーニューヨーク湾の眺め。ローアーニューヨーク湾は、ニューヨーク湾の中でも、特に、ザナローズより、 南の海域を指す。ザナローズは、スタテンアイランドとブルックリンの沿岸の間にわたる、比較的狭い海峡である。この湾の最南端は、大西洋に直接開けている。二つの陸の地物、サンディフックとロングアイランドのロッカウェイが、この大西洋との境目に位置している。スタテンアイランドとニュージャージーに挟まれた、この湾の南の領域、ラリタン側の河口は、ラリタン湾と呼ばれる。 ハドソン海底国は最終表記の海面が現在よりも低かった頃に存在したハドソン側の古代の川床でありローアーニューヨーク湾から南東の大西洋に向かって数百マイルの大きさで横たわっているローアーニューヨーク湾のすぐ南東のニュージャージーとロングアイランドの間の大西洋の海域はニューヨーク湾入部であるエナペの時代以前よりネイティブアメリカンがこのエリアに住み着いていた ローア湾は豊かな海洋生態系を保っており、複数種の魚や軟体動物、特にカキ、アサリ及びムール貝の繁殖場所となっている。20世紀には人口の増加と工業汚染により、この湾の水質と海洋生物を養うことのできる環境は大幅に損なわれた。この湾の水質はクリーンウォーター法の成立により改善に向かっている。 ロアーニューヨーク湾を通過する主要な航行水路はアンブローズ水路である。これは幅2000フィートで、水深40フィートまで浚渫されている。この水路は、環潮時で37フィートの喫水までの船が航行可能となっている。アンブローズ水路への入り口は、長年の間ライトシップアンブローズによって指示されていたが、アンブローズ東大が現在はその役目を担っている。 ブルックリンのブライトンビーチ及びコニーアイランドにはこの湾に面したいくつかの人気のあるビーチがある。スタテンアイランドにもこの湾に面するビーチがある。サンディフック及びロッカウェイにはこの湾のすぐ外側の大西洋に面したビーチがある。いくつかの灯台が高校指示のためにロワーニューヨーク湾の周りに建てられた。これは地上に建つものと湾内に建つものがある。最も初期のものは 植民地時代にサンディフックに建てられたものである。ニュージャージー州、ニューヨーク州、ロアー、ニューヨーク湾内、ロアー、ニューヨーク湾には2つの小さな人工島がある。これらはスタテンアイランドのサウスビーチから1マイルほどの湾内に位置している。20世紀初頭これらの島はエリス島の移民局にやってきた移民の中で伝染病に罹患しているものを隔離するための 検疫所として使われていた。第二次世界大戦会戦時1938年よりアメリカ合衆国小船隊はこれらの島を訓練場として使用した。この期間に建設されたクオンセットが現在もこの島に立っている。第二次大戦中、この島の他の主要な任務は大戦水管網の経流地として使用されることであった。 ニューヨーク湾と大西洋の間に柵を巡らすことで敵の潜水艦が侵入できないようにされていた。これらの島は現在はゲートウェイ、ナショナルレクリエーションエリアの一部となっている。フォートラファイエットはブルックリン沿岸のザナローズにかつてあった小さな島の上に建てられていた。この島はベラザノナローズブリッジの建設に伴い取り除かれた。コニーアイランドはもともとは ブルック人の南岸から狭い海峡で隔てられた島であったが埋め立てによってロングアイランドと繋がっており、アイランドの名はそのままだが現在は半島となっている。ありがとうございます。